皆さん、こんばんは、マーティンダーミャクボーイ、キ銀座です。銀座より B 以外、NP、NBF モデルの支部主催の、えー、桜んぼオープンの日程はどういう感じなのか、ちょっとお話ししたいと思います。桜んぼオープン、今大会は参加者、および同伴者以外は感染はできません。参加者は他の支部と見学される場合は、会話は極力抑えることが大事です。はり、観点から色々、ハンドタッチおよび長時間の会話はご遠慮観客の方も含めて、はい、あと選手同士の感覚、そうしたらディスタンスです。はい。 まあ、まず日程変えます。前夜祭あって12日間、まず各シフト集合し前半始め、その2日目に後半始まって、そして準決勝進出者の当言集合級、そして2ゲームやって、シュートアウト1から4回戦やって優勝決定戦で表彰式。いやー、スケジュール噛みずすぎますね。はい。いろいろありますけどもね。はい。トータルでまあ上位16名。難しいね、なかなか。各シフト上位16名。 48名のうち、えー、20名がシュートアウト。これ難しいもんですね、なかなか。あと支援金もあります。任意でお願いしているそうです。オ、oh, ープンゲーム1個につき100円の義援金、うん。あと、まあ、ハンディキャップ。男子が、まあ、プロ、一般も含めてゼロ男子は60が10、中学生が15、小学生が30、女子が女子プロ10、ア,アマチュア49歳以下だと15、50歳以上は20、中学生20、小学生35と。 究極ハンデスギーンはい。ほんまやん。はい。以上です。バイバイ。